沈黙の賢者の洞窟ね。よう、シノン、何しているんだ？ああ、今クエスト情報を見ていたの。どれどれ？これは俺もやったことないな。クエストの内容は単純なお使いイベントみたいね。ただダンジョンに変わったトラップがあるらしくて。変わったトラップ？ダンジョンの中で大きな声を出したらモンスターが大量に押し寄せるんですって。へえ、警報トラップみたいなものかな。かなり高難度らしくてクリアしたプレイヤーも少ないとか。でも声を上げないくらい何とでもなれそうなのにね。なのにクリアしたプレイヤーが少ないってことは、大きな声を出させるような仕掛けがあるんじゃないか。お化け屋敷みたいなこと？うん、そうそう。安全だと思わせておいて突然モンスターが出てきたり。それでも子供騙し程度じゃない？じゃあさ、一緒に挑戦してみないか？私とお化け屋敷に行きたいの？言っておくけど、怖くて飛びつくとかしないわよ。いや、そういうことじゃなくて、単純に面白そうだから。まあいいわ、行ってみましょうか。誰かさんが怖くなったら、手をつないであげるから安心して。俺も別に怖いとかないからな。結構奥まで進んだわね。案の定、プレイヤーを驚かすような仕掛けがあちこちにあるな。モンスターの配置だったり、突然ダンジョン内の松明が消えたりね。落ち着いて、敵がポップしてきただけ。やっ、びっくりした。シノン、ありがとう。どういたしまして。けど大声を出さないように注意しなさいよ。今危なかったじゃない。突然真横にモンスターがポップしてきたらそりゃ焦る。ん？ちょっと何よ。シノンの横の壁、虫っぽいのがぎっしりいないか。え？だ、落ち着けシノン。あんたね、言われなきゃ気づかなかったんだから黙ってればいいじゃない。確かに、ごめん。はあ、思った以上に疲れるクエストだな。ずっと気を張りっぱなしだものね。な、シノン、あの奥の部屋が目的地じゃないか。泉の湧く部屋？間違いなさそうね。やった！って、喜んで大声を出したら意味ないわよね。ああ、あそこでアイテムを取るまでは気を抜かないようにな。それじゃ、慎重に進んで。落とし穴か。モンスターが押し寄せるような気配はない。シノンもよく声を上げなかったな。おい、シノン、無事か？ええ、大丈夫。どうしたんだ。静かに、モンスターに感知される。落ち着いて、せっかくここまで来たんだ、失敗したくないだろ。どうしたんだよ、さっきまでどんなことが起きても叫ばずに。
で、うわっ、ごめん。とにかくこの穴から脱出しよう。立ち上がって、シロ。なんとか上がってこられたな。よかった、大した深さの穴じゃなくて。あの、シノンさん、いろいろ言いたいことはあるけど、ひとまず後にするわ。悪気はなかったようだしね。声を上げちゃいけないってことに気を取られてて、しかし参ったな。モンスターがどんどん集まり出してる。ここから奥の部屋に行ってアイテムを取るのは難しそうだな。目の前まで来たのに。けど脱出ならできそうだ。行けるか、シノ。ええ、大丈夫。よし、手薄なあの辺りから突破しよう。わかった、行きましょう。ずいぶんと走ったな。本当ね。確かに高難度のクエストだったな。もうダンジョン内はモンスターだらけだ。このクエストは一度破棄するしかない。モンスターでもトラップでもなく、人相手に叫ぶことになるとは想定外だったわ。その件についてはすみませんでした。あ、嫌味のつもりじゃないの、ただの感想。もう怒ってないから。それにしてもあんたが言っていた通り、安心したところでびっくりさせられたわね。安心って？落とし穴に落ちた時、暗くて何がどうなっているかもわからなくて、そんな時にあんたの声が聞こえたから、その安心したのよ。ああ、けどその後あんなことをされて。ああ思い出したら怒りがこみ上げてきた。え、もう怒ってないって言ったじゃないか。冗談よ。でも、もし反省しているなら、またこのクエストに付き合ってくれない？次こそ絶対にクリアするから。おう、最後まで付き合うよ。ただし、次も同じことしたら、モンスターの群れの中に飛び込んでもらうからね。はい。ダンジョン内のどんな仕掛けよりも、シノンの方が怖い気がする。